子供の頃、夏休みにはおばあちゃん家に行っていて、うるさいぐらいのセミの声とつけっぱなしのテレビと、ひろこちゃん、ちょっと手伝って。おばあちゃんは自分でお豆腐を作っていて、それは形は悪いけどものすごく味の濃いお豆腐で、まるこめ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 、じゃんじゃ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 ん、まるこめ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 、いただきます。おじいちゃんはもう亡くなっていて、私にはいとこもいなかったから、私はあの広い家で何をしてたんだろう。おばあちゃん。はい、いらっしゃい。まるこめ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 、ちょっと手伝ってくれる？わあ、甘ね。え、お母さん何作るの？夏休みのお味噌汁。え？